はい、こんにちは、岩田美容室の岩田です。梅雨が、近づいてきたんですが、この時期はやっぱり湿気が多いので膨らんだり、癖がある人は膨らんだりとか、まあ、まとまりが悪くなったりするんですが、だいたい美容室ではこの時期にストレートパーマのメニューが多くなってきます。で、僕岩田美容室は僕が一人で営業してますので、ストレートパーマというメニューは結構その施術に時間を要する施術になるので、もしされたい方は早めのご予約をお願いします。こうたくさんいるお店、スタッフさんがたくさんいるお店だと、こういうアイロンとかでこうやって髪の毛挟んでこうビューッとストレートパーマだったら伸ばしていくんですけど、もうこの作業も全部僕が一人でしていくので、やっぱり3時間から、髪の毛の長さとかにもよりますけど4時間とかかかることもあるので、お早めのご連絡をお願いします。この時期はやっぱりストレートパーマのご予約が増えるのでお願いします。で、当店のストレートパーマは電子トリートメントっていうメニューがあるんですけど、その電子トリートメントのメニューをしながらの、ストレートパーマの施術をしていくことになってます。なので、こういう化粧水 M3.5 とかこういう引き締め効果のある P ですね、これでこうツヤが出たりとか、こっちでしっかり水分補給しつつ、こうしっとりとした仕上がりにしていくというメニューになってます。で、こうストレートパーマっていうとなんかこうなんていうんですか、すごいまっすぐみたいなね、なんかこう突き刺さるようなまっすぐのストレートパーマじゃなくて、こう今は割と自然なナチュラルなこう内巻きというか、シャキーンみたいな感じになるとちょっとこうシューッとこうナチュラルなストレートパーマもできますので、前髪とかだけでもできますし、そういう風にもできますので、その梅雨時期とか、湿気が多くなる夏の時期とかを快適に過ごしたい方は、そういうストレートパーマとかもおすすめですけども、お早めのご連絡でよろしくお願いします。はい、ということで、今回はストレートパーマのご予約はお早めにということで、お話ししました。以上です。ありがとうございます。